アンペル、お前に渡すものがある。これなんだけど。こいつは。ああ、いつかのレシピをライザに見せて作ってもらった。あれは見つけたその場で焼き捨てたはずだが。私が写しを取っておいた。いつかこうして使う時のためにな。余計な真似を。私はこんなもの使わんぞ。見事に調合できたライザの腕前は認めるがな。どうしてそこまでクリント王国の錬金術を嫌ってるの？いくら大昔にひどいことをしたからって。アンペルは数十年前までこの国ロテスバッサの王宮に仕える巧妙な錬金術師だった。リーラ。しかし王宮の意向に沿わなかったことで不況を買い、策謀によってその腕に再起不能の傷を負わされた。その策謀を主導し調合に一片の爆薬を混ぜたのは、友と信じていた同僚の錬金術師だった。そんな。私のこの体の秘術にたかられた昔の話だ。今さら蒸し返すようなことでもない。そうして王宮を追われたアンペルは失意のまま放浪し、やがて門から迷い込んできた私と出会った。クリント王国が過去に犯した罪業を聞かされたお前は、泣きそうな顔をして私に言ったな。錬金術師はいつまでも同じことをやっているな、と。その後、私がお前に返した言葉を覚えているか？忘れたとは言わせんぞ。お前自身はどうなんだ、錬金術師だったか。そうだ、私の言葉を受けお前は誓ったはずだ。命の限り錬金術師の犯す罪に抗うと。今も誓いを抱いているのならその器具を取れ。それは薄暗い罪の産物ではない。お前の誓いを明るく照らす新たな錬金術師がお前に差し伸べた新たな手だ。つまりは傍観せずに自分の手でやれということか。問題なく動かせる。まるでかつての腕を取り戻したようだ。ありがとうライザ。こうして錬金術師と手を取り合う日が来るとは考えていなかったよ。しかもそうさせる腕そのものを錬金術で作ってしまうとはな。お前は本当に大したやつだよライザ。何もかもアンペルさんが私に錬金術を、こんな素敵な力を教えてくれたからだと思う。そうだよ、二人がここまで旅をしてきてくれたから、ここで出会った私たち全員が変われたんだよ。すねもののようにさすらってきた私の旅にもそれなりの意味はあったわけか。にしても、まったく、お前はいつも厳しいなリラ。ためらいもたじろぎも許さず尻を蹴りつける。私に依頼した時とかなり口調が違うんだよね。重荷を背負ってる彼を助けてあげなきゃだっけ。そんな軟弱な物言いはしていない。ありがとうなリラ。ライザ、やってみよう。お前たちが取り戻してくれたこの手で。
どこにしよう。さあ、何を入れよう。ちゃんと考えないとね。次はどうしよっかな。いい感じかも。さあ、何を入れよう。とりあえず、なんか入れちゃおうか。できそうな予感。さあ、何を入れよう。何をしようか悩んじゃうな。うわ、いい感じかも。何を入れよう。とりあえず、うわ、いい感じかも。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。いいもの、で、どれがいいかな。
しようか。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。うわ、どれがいいかな。これでどうだ。うまくいくかな。やった、できた。ライザー、ここにいたのか。どうしたの、そんなに慌てて。わかったんだってよ、あの弾の出所が。ボスがみんなを集めて早く来いって。わかった。あれにしようかな。それとも、良さげなものはと。これとか良さそう。こんな感じで大丈夫かな。カンカン叩くよ。よし、完成。あれにしようかな。それとも、何を使おうかな。なかなかいい感じじゃない。これでいいかな。カンカン叩くよ。お、いい感じにできた。あれにしようかな。何を使おうかな。なかなかいい感じじゃない。こんな感じで大丈夫かな。カンカン叩くよ。よし、完成。どれを鍛えようかな。